皆さん、こんにちは。レック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント講師の西脇直子です。キャリアコンサルタント資格ガイダンスを始めていきます。画面切り替えていきます。キャリアコンサルタント資格ガイダンス。全体をパート1からパート5に分けてお話をしていきます。 まず、パート1では、キャリアコンサルタントとはどんな資格資格の概要についてお話しします。パート2では、魅力と活躍の舞台。パート3として、国家試験の概要。パート4、キャリアコンサルタントになるには。そして、パート5、合格後のサポートとして、NPO 障害学習という団体についてご案内をしていきます。 では、早速パート1から入っていきますが、まず、このキャリアコンサルタントの講座を実施している REC 東京リーガルマインドについてご案内をしていきます。REC は学ぶ、そして資格を通じたスキルアップをする、働く、ライフキャリア、これらを一貫してサポートをする会社です。いくつか REC が担当している事業を書いています。キャリアアップ事業。 保育・福祉関連・公共事業・ライフキャリアとありますいわゆる資格のレッグ合格のレッグということでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんキャリアアップ事業の中に入ってくるものでキャリアコンサルタントの養成講座もここのキャリアアップ事業の中に入ってきますでもこれだけではなくて例えばその下の保育 福祉関連ということでは、児童子育て支援や保育施設の支援なども行っています。こちら、公共事業。これもキャリアコンサルタントとはとても関係が深いんですけれども、観光庁からの委託を受けて行う事業を、レックでは数多く受託しています。例えば、厚生労働省からの委託を受けて、ここ書いてありますように、キャリア教育や就職支援、困窮者の支援、セミナーや講習などを行っています。 ライフキャリアというカテゴリーでは REC では婚活事業としてプロマリッジといいう名称で行っています、ね、人生にとって重要なことをさまざまな場面でさまざまなステージでサポートしているのが REC という会社です、はい、そして団体名団体ちょっと別になりますけれどもパート5でお話をしていきます NPO 学習 こちらは名前の通りなんですけれどもリカレント教育を担当しているこうした団体になりますレッ c のグループです特にキャリアコンサルタントの資格を取った後どのようにステップアップをしていけばよいのかそうしたところのサポートをしている団体ということですはいでは早速キャリアコンサルタントとはどんな資格なのかお話をしていきましょう まあ一言で言いますと、キャリア相談のプロフェッショナルと言えます。就職、転職、キャリアアップの支援を通じて、自分らしく生きるをサポートしていきます。2016年なんですが、民間資格から国家資格になりました。それによって資格に対する信頼度が大きく上がりました。 実務に従事されている方もプロとしての知識やスキルを資格を通じて証明することができるようになりました皆様も国家資格になったということでこの資格について知っていただいたり認識していただいた方も多いのではないでしょうか、はい、キャリアコンサルタントを取り巻く環境変化についてお話をしていきましょうキャリアコンサルタントの歴史みたいなところです そもそもキャリアコンサルタントという資格や仕事が日本に入ってきたのは1990年代の後半だというふうに言われています、まあ、その時どのような出来事があったかということとキャリアコンサルタントの仕事の変化仕事の広がりについてちょっとお話をしていきたいと思います上の矢印で書かれているところが大きな環境の変化ですそして下の表に書かれているところがそれぞれ大きなイベント、ね、出来事 それに対してキャリアコンサルタントがどういう役割を果たしていたかということを説明するための表になっています。まずここから見ていきましょう。表の中、1991年からと書いてありますが、出来事としましてはバブルの崩壊がありました。リストラという言葉がよくよく言われていましたね。この時代にはキャリアコンサルタントは再就職支援の専門人材として注目をされました。 その後なんですけれどもねねこっち行きましょう、ね、2001年レックのキャリアコンサルタント養成講座がスタートしたのが、まあ、バブル崩壊の再就職支援の専門人材として活躍していく方が増えていく中でキャリアコンサルタントの養成講座がスタートしていますもう20年以上前ですねこのぐらい前からレックはキャリアコンサルタントの育成を行ってきていました はい。そうして社会背景もありまして、2002年には厚生労働省がこのキャリアコンサルタントという資格をですね、まあ、ちょっと言葉難しいんですが、職業能力評価試験という形で指定をしまして、指定を受けている方については、標準レベルキャリアコンサルタントという名称が与えられていました。はい。そして、今度表に行きますね。2008年の出来事。 振り返ってみますとリーマンショックがありましたでリーマンショックによって非正規で働いている方に特に大きな影響がありましたお仕事をなくされる方も多くいたんですねこうした中ではキャリアコンサルタントの仕事として非正規の方が正社員として就職できるようにサポートするこういう業務も加わってきましたその他にもスキルアップをしていきたいという方の、ね 今働いていてスキルアップをしていきたいという方のサポートも行っていくようになりました、まあ、再就職支援に加えてということなのでキャリアコンサルタントの仕事の幅が一層広がったといえますはいで2008年これこの後お話しして,していきますがキャリアコンサルタントの資格の体系としまして国家検定制度というものもスタートいたしました後でお話ししますはい で、2016年ですね、キャリアコンサルタントが国家資格化しました。そして皆さんも今、チャレンジを検討していただいているのではないでしょうか。はい、直近、とてもあの皆様にも影響あったんじゃないでしょうか。2020年コロナショック、新型コロナウイルスの感染拡大がありました。これによって、現在、表の中の現在というところを見ていただきますと、社会が大きく変化しましたね。 AI とか DX デジタル社会ということが推進されましたリモートね在宅勤務をされている方というのもかなり多かったんじゃないでしょうか学校教育現場ではリモートを使って学校から先生と双方向であのツールを使ってのやり取りをするみなみなが教室に集まらないこんな形のやり方もかなり増えてきましたよね そうした中で今注目されているのがリスキリングですね。岸田総理大臣が5年で1兆円の予算を組みました。リスキリングの人材を育成していきたいという動き、それから今社会ではジョブ型雇用ということで雇用の形態も少しずつ変えていこうとしています。こうしした中ではは例えば、AI、としては 生成 AI、チャット g p t が急速な広がりを見せています。こうした AI が進展していくことで、なくなる仕事というのも出てきます。かたや、新しく生まれてくる仕事もあります。キャリアコンサルタントとしては、そうした中で、さまざまな迷いや悩みを抱える相談者の方に対して、的確に相談に乗っていく、サポートしていくことが必要になってきます。 まあ、バブル崩壊から始まりまして社会の変化環境の変化に応じてキャリアコンサルタントの仕事というのは常に変わっていきますし拡大し続けているというのが現在の状況といえます、はい、では次キャリアコンサルタントの資格制度の体系についてお話ししていきましょう先ほどお話ししました技能検定始まりましたよってお伝えしましたが技能士という資格があります で、まず皆様が目指していただくのはここです。キャリアコンサルタントになるというところです。講座を受けようかどうか検討していただいている皆様、今ここですね。キャリアコンサルタントの試験合格前。ね、これからどうしようかな、やろうかなっていう段階です。そこから実際に講座を受けて試験に合格してキャリアコンサルタントになります。で、キャリアコンサルタントになった後、さらに 技能士として2級と1級というステージがありますご自身の知識やスキルをどんどんアップしていってね技能士の1級を目指していくこんな道もありますよというご案内ですキャリアコンサルタントの資格の体系としてはこのようになっています